なんなんこれ、これ何したかった昨日。叩いて、めっちゃ肩痛い。腕上げられへん。上がるわ。はい、どうも、手持ち協会でございます。あ、ちょっとアングル高すぎっかな。昨日ね、このいつもこの最近ね、飯動画で料理動画撮ってた時のね、このクリップ式の新しいクリップ式のね、三脚ね、新しくなりました。やっぱ実は、とりあえずマジ行って買っていて、なんだやろ、何したんやろ。えちゃっ、例えばまあいいわ、乾杯。猫が暴れだしてるわ。おい、何したん昨日。昨日ね、夜から飲むぞってなってね、まだ鍋動画撮りましたんで多分今回7部作だったんですけど、7までやったんやけど、多分8からまだ続くと思いますね。本日は相も変わらず、フジパン、ちくわパン、これ毎回俺2つ買ってっから、これから焼きおにぎりしか 朝ごはん出てこへんかもしれんからね。いただきます。ほんまうまいわ、これ。まあ、俺のパターン的に、一緒のもんずっと食べて、飽きて食べなくなるっていうね。こういうのあるかもしれないけどね。お祝いです、コーヒーを。マジ、なんなん、この傾けが。なんかほんと肩脱臼したことないけど、肩脱臼した後ってこれぐらい痛いんだなってぐらい。コーヒー俺普段飲まへんから、コーヒーの入れる量が分からへんから、ちょっと声かもしれないな。ほんと何なんだろう、何なんだろう。そういや、昨日マニアックスの方の動画であげたけど、あれどこ行った、パテマニアックスのステッカーできました。ありがとうございます。ああ痛いわ、分かった。これ混ぜた方がいいんやろうけど、混ぜるもんの持っていけないわ。基本的に私はブラックに、ブラックでか、あの砂糖だけの人、ミルクはたまにちょっと入れるけどね。まあ、フジパン持ってるだけで痛いねと。仕事できんのかな。まあいいか。痛いわ、マジ痛い。何が起きたかな。ひなこ、眠やったらないの。まあ、テーブルの上乗るとか許されへん。というわけで、本日2015年10月10日、10月10日で体育の日じゃなかったけど、の朝7時早起きしてるわ。多分また今夜もおっさんが生配信すると思いますので、よかったらキャストの方来てください。では今日一日休日の方はお楽しみください。仕事の方は僕も含め週末ですけど頑張りましょう。というわけで、お出ます協会でした。長くなったな、肩が痛い肩の関節が痛い。